IT パスポート試験の令和4年春試験のものについて、問題本文に答えの選択肢だけを埋め込んだ形式で読んでいきます。著作権及び特許権に関して、特許権の取得には出願と登録が必要だが、著作権は出願や登録の必要はない。年齢、性別、家族構成などによって顧客を分類し、それぞれのグループの購買行動を分析することによって集中すべき顧客層を絞り込むマーケティング戦略はセグメントマーケティングである。ゲーム機、家電製品などに搭載されているハードウェアの基本的な制御を行うためのソフトウェアはファームウェアである。 IT の活用によって個人の学習履歴を蓄積、解析し、学習者の一人一人の学習進行度や理解度に応じて最適なコンテンツを提供することによって、学習の効率と効果を高める仕組みとして最も適切なものはアダプティブラーニングである。 NDA に関して適切なものは、契約当事者が持つ営業秘密などを特定し、相手の秘密情報を管理する意思を合意する契約である。自社開発した技術の特許化に関して、直接得られることが期待できる効果として適切なものは、 A の当該技術に関連した他社とのアライアンスの際に有利な条件を設定できる、 B の当該技術の開発費用の一部をライセンスにより回収できる、 C の当該技術を用いた商品や事業に対して他社の参入を阻止できるの A、B、C 全てである。業務と情報システムを最適にすることを目的に、例えばビジネス、データ、アプリケーション及び技術の4つの階層において、まず現状を把握し、目標とする理想像を設定する。次に現状と理想の乖離を明確にし、目標とする理想像に向けた改善活動を移行計画として定義する。このような最適化手法は EA である。ある業務システムの再構築に関して、複数ベンダーにその新システムの実現イメージの提出を求める RFI を予定している。その際、同時にベンダーから提出を求める情報として適切なものは、適用可能な技術とその動向である。不適切な行為のうち、不正アクセス禁止法において規制されている行為だけを全て挙げたものは、 A の他人の電子メールの利用者 ID とパスワードを正当な理由なく本人に無断で第三者に提供する、 B の他人の電子メールの利用者 ID とパスワードを本人に無断で使用してネットワーク経由でメールサーバー上にその人の電子メールを閲覧するである。特許戦略を策定している重要な特許ポートフォリオについて述べたものは、企業が保有や出願している特許を事業への貢献や特許間のシナジー、今後の適用が想定される分野などを分析するためにまとめたものである。予診限度額が3000万円に設定されている取引先の5月31日業務終了時までの全取引が表の通りであるとき、その時点での取引先の予診余力は1900万円である。クラウドファンディングは資金提供の形態や対価の受領の仕方の違いによって貸付型、寄付型、購入型、投資型などの種類に分けられる。 A 社は新規事業の資金調達を行うためにクラウドファンディングを通じて資金提供者と匿名組合契約を締結し、利益の一部を配当金として資金提供者に支払うことにした。 A 社が利用したクラウドファンディングの種類として最も適切なものは投資型クラウドファンディングである。情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として適切なものは、総務省などの行政機関が作成保有する行政文書である。市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として最も適切なものは、ソフトウェアパッケージの混装を開封してしまうと使用許諾条件を理解していなかったとしても契約は成立するである。業務プロセスを例示する UML のアクティビティーズを使ってモデリングしたとき、表現できるものは業務で必要となる人の役割である。
マイナンバーに関する説明のうち適切なものは、付与されたマイナンバーを自由に変更することはできないである。 BYOD の事例として適切なものは、会社が利用を許可した私物のスマートフォンを業務で使用するである。インダストリー 4.0 から顕著になった取り組みに関する記述として、最も適切なものは、顧客ごとに異なる個別仕様の製品の多様な IT によるコスト低減と短納期での提供である。製造販売業 A 社はバランススコアカードの考え方を用いて戦略テーマを設定した。業務プロセス、内部ビジネスプロセスの視点に基づく戦略テーマとして、最も適切なものは部品の共有化比率の向上である。あるデータを表現するために1個のジャンコードか1個の QR コードのどちらかの利用を検討する。表現できる最大のデータ量が大きい方を採用する場合、検討結果として適切なものは QR コードを採用するである。政府が求める人間中心の AI 社会原則では、3つの価値を理念として尊重し、その実現を追求する社会を構築していくべきとしている。実現を追求していくべき社会の姿は、 A の持続性ある社会、 B の多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会、 B の人間の尊厳が尊重される社会、 A、B、D である。 SCM システムを構築する目的は、商品の生産から消費に関係する部門や企業間で、商品の生産、在庫、販売などの情報を相互に共有して管理することによって、商品の流通在庫の削減や顧客満足の向上を図るである。オプトアウトに関する記述として、最も適切なものは、住宅地図の利用者が地図上の自宅の位置に自分の氏名を掲載されているのを見つけたので、住宅地図の作成業者に連絡をして掲載を中止させたである。教師あり学習の事例に関する記述として、最も適切なものは、録音された乳児の泣き声と泣いている原因からなるデータを収集して入力することによって、乳児が泣いている原因を泣き声から推測するである。業務プロセス改善にあたり、業務プロセスを表記するために用いられる図表は、A の DFD と B のアクティビティーズである。自社が保有していない技術やノウハウを他社から短期間で補完するための手段として適切なものは、アライアンスである。個人情報保護法で定められた特に取扱いに配慮が必要となる要配慮個人情報に該当するものは信条である。 A 社のある期の資産、負債及び純資産が次の通りであるとき、経営の安全性指標の一つで短期の支払い能力を示す流動比率は 200% である。マネーロンダリングの対策に関する記述として、最も適切なものは、金融取引にあたり口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し、資金の出どころが疑わしい取引かどうかを監視するである。営業利益を求める計算式は、売上総利益マイナス販売費及び一般管理費である。コールセンターの顧客サービスレベルを改善するために、顧客から寄せられたコールセンター対応に関する苦情を分類集計する。苦情の多い順に件数を棒グラフ、累積100分率を折れ線グラフにし、対応優先度を判断するのに適した図はパレート図である。コンカレントエンジニアリングを適用した後の業務の流れを表した図として最も適したものはこちらの図である。 IT 機器やソフトウェア、情報などについて利用者の身体の特性や能力の違いなどにかかわらず、さまざまな人が同様に操作、入手、利用できる状態または度合いを表す用語はアクセシビリティである。あるオンラインサービスでは、新たに作成したデザインと将来のデザインのウェブサイトを実験的に並行稼働し、どちらのウェブサイトの利用がより有料サービスの申し込みに至りやすいかを比較検証した。この時用いた手法として最も適切なものは AB テストである。
あるコールセンターでは AI を活用した業務改革の検討を進めて導入するシステムを絞り込んだ。しかし想定している効果が得られるかなど不明点が多いので試行して実現性の検証を行うことにした。このような検証を POC という。プロジェクトで作成する WBS に関する記述のうち適切なものは、 WBS ではプロジェクトで実施すべき作業内容と成果物を定義するので、作業工数を見積もる時の根拠として使用できるである。システムによる内部統制を目的としていくつかの機能を実装した。ログイン画面を表示して利用者 ID とパスワードを入力する。利用者 ID とパスワードの組み合わせがあらかじめ登録されている内容と一致する場合は業務メニュー画面に遷移する。一致しない場合は遷移せずにエラーメッセージを表示するのはシステムによるアクセス制御の実現例である。エクストリームプログラミングの説明として最も適切なものは、要求の変化に対応した高品質のソフトウェアを短いサイクルでリリースするアジャイル開発のアプローチの一つである。提供する IT サービスの価値を高めるためには、サービスの提供価格、どのようなことができるかというサービスの機能および可用性などを維持するサービス保証の3つのバランスを考慮する必要がある。インスタントメッセンジャーのサービスに関する記述のうち、サービスの保証にあたるものは24時間365日利用可能である。IT ガバナンスに関する技術として最も適切なものは、経営陣が組織の価値を高めるために実践する行動であり、情報システム戦略の策定及び実現に必要な組織能力のことである。テレワークを推進しているある会社ではサテライトオフィスを構築している。サテライトオフィスで使用するネットワーク機器や PC を対象に落雷による過電流を防止するための対策を検討した。有効な対策として最も適切なものは、サージ防護に対応した機器の設置である。システム開発側と運用側がお互いに連携し合い、運用や本番移行を自動化する仕組みなどを積極的に取り入れ、新機能をリリースしてサービスの改善を行う取り組みを表す用語として最も適切なものはデブオプスである。図のアローダイアグラムにおいて、作業 B が2日遅れて完了した。そこで予定通りの期間で全ての作業を完了させるために作業 D に要員を追加することにした。作業 D に当初20名が割り当てられている時、作業 D に追加する要員は最小で5名である。 IT サービスマネジメントにおけるインシデント管理の目的として適切なものは、インシデントによって中断しているサービスを可能な限り迅速に回復するである。ブラックボックステストに関する記述として適切なものは、プログラムの入力と出力に着目してテストするである。ファシリティマネジメントに関する実施事項として適切なものは、 A のコンピューターを設置した建物への入退管の管理、 B の停電時のデータ消失防止のための無停電電源装置の設置、 A と D である。ソフトウェア保守に関する記述のうち適切なものは、本番環境で運用中のシステムに対して法改正を伴うソフトウェア修正もソフトウェア保守に含まれるである。システム開発プロジェクトの品質マネジメントにおいて、品質上の問題と原因との関連付けを行って根本原因を追求する方法の説明として、適切なものは、候補となる原因を魚の骨の形で整理し根本原因を検討するである。 IT サービスの利用者からの問い合わせに自動応答で対応するためにチャットボットを導入することにした。このようにチャットボットによる自動化が有効な管理プロセスとして最も適切なものはインシデント管理である。120キロステップのソフトウェアを開発した。開発の各工程における生産性の実績が表の通りであるとき、開発全体の工数は50人月である。SLA は顧客とサービスの提供者との間で交わされる合意文書である。顧客が期待するサービスの目標値を定量化して合意した上で SLA に明記し、サービスの供給者はこれを
測定・評価した上でサービスの品質を改善していく。 A 社が B 社にシステム開発を発注し、システム開発プロジェクトを開始した。プロジェクトの関係者のうち、プロジェクトのステークホルダーとなるものだけを全て挙げたものは、1の A 社の経営者、2の A 社の利用部門、3の B 社のプロジェクトマネージャー、4の B 社を技術支援する協力会社の1から4全てである。システム監査人が合理的な評価・結論を得るために予備調査や本調査をするときに利用する調査手段に関する記述として適切なものは、 B のコンピューターを利用した監査技法の活用、 C の資料や文書の閲覧、 D のヒアリングの B、C、D である。顧客からの電話による問い合わせに対応しているサービスデスクが次のようなオペレーター支援システムを導入した。このシステム導入で期待できる効果のうち、適切なものは A の経験の浅いオペレーターでも適切な回答方法をもとに顧客対応することができるので、オペレーターによる対応のばらつきを抑えることができる。 C の対応に必要な情報をオペレーターが探す必要がなくなるので、個々の顧客対応時間を短縮することができるの A と C である。情報セキュリティにおける PCI DSS の説明として適切なものは、クレジットカード情報を取り扱う事業者に求められるセキュリティ基準である。ランサムウェアによる損害を受けてしまった場合を想定して、その損害を軽減するための対策例として適切なものは、 PC 内の重要なファイルはPC から取り外し可能な外部記憶装置に定期的にバックアップしておくである。推論に関して、機能推論は個々の事例をもとにして事例に共通する規則を得る方法であり、得られた規則は成立しないことがある。 ISMS 計画運用パフォーマンス評価及び改善において、パフォーマンス評価で実施するのは内部監査である。次のデータの平均値は300、中央値は40である。公開鍵暗号方式について、それぞれ公開鍵と秘密鍵を持つ A 社と B 社で情報を送受信するとき、他社に通信を傍受されても内容を知られないように情報を暗号化して送信することにした。 A 社から B 社に情報を送信する場合、 A 社は B 社の公開鍵を使って暗号化した情報を B 社に送信する。B 社は A 社から受信した情報を B 社の秘密鍵で複合して情報を取り出す。大学のキャンパス案内のウェブページ内に他のウェブサービスが提供する地図情報を組み込んで表示するなど、公開されているウェブページやウェブサービスを組み合わせて一つの新しいコンテンツを作成する手法をマッシュアップと呼ぶ。アドホックネットワークの説明として適切なものは、アクセスポイントを経由せず端末同士が相互に通信を行う無線ネットワークである。スマートフォンやタブレットなどの携帯端末に用いられる OSS である OS は Android である。 Firewall の設置によって実現できる事例として適切なものは、 A 外部に公開するウェブサーバーやメールサーバーを設置するための DMZ の構築、 B の外部ネットワークから組織内部のネットワークへの不正アクセスの防止の A と B である。条件1から5によって関係データベースで管理する従業員表と部門表を作成した。従業員表の主キーとして最も適切なものは従業員番号である。 IoT 機器やスマートフォンなどに内蔵されているバッテリーの容量の表記において、100mAh の意味として適切なものは 100mA の電流を1時間放電できるである。ディープラーニングに関する技術として最も適切なものは、コンピューターが大量のデータを分析し、ニューラルネットワークを用いて自ら規則性を見つけ出し、推論や判断を行うである。無線 LAN ルーターにおいて外部から持ち込まれた端末用に設けられたゲストポートやゲスト SSID などと呼ばれる機能によって実現できることの説明として適切なものは、端末から内部ネットワークには接続をさせず、インターネットにだけ接続をするである。サイバーキルチェーンの説明として適切なものは、
情報システムへの攻撃段階を偵察、攻撃、目的の実行などの複数フェーズに分けてモデル化したものである。電子メールにデジタル署名を付与することによって得られる効果は B の完全性が向上するである。文書作成ソフトが持つ機能である迅速処理が行われた例は、行頭に置こうとした句読点や閉じ括弧が前の行の行末に移動したである。インシデントによって損なわれたものについて、 DDoS 攻撃によってウェブサイトがダウンしたについては可用性、キーボードの打ち間違いによって不正なデータが入力されたについては完全性、 PC がマルウェアに感染したことによって個人情報が漏洩したについては機密性である。膨大な数の IoT デバイスをインターネットに接続するために大量の IP アドレスが必要となり、 IP アドレスの長さが128ビットで構成されているインターネットプロトコルを使用することにした。この時のプロトコルは IPv6 である。サーバー室などセキュリティで保護された区画への入退出管理において、一人の認証で他者も一緒に入出する友連れの防止対策として利用されるものはアンチパスバックである。バイオメトリクス認証に関する技術として適切なものは、筆跡やキーストロークなどの本人の行動的特徴を利用したものも含まれるである。情報セキュリティのリスクマネジメントにおけるリスク対応を、リスク回避、リスク共有、リスク低減及びリスク保有の4つに分類するとき、情報漏洩発生時の損害に備えてサイバー保険に入ることはリスク共有に分類される。トランザクション処理のアシッド属性に関する記述として、適切なものはデータの更新時に一連の処理が全て実行されるか全く実行されないように制御することによって原始性を保証することができるである。次のプログラムの中の A に入れる軸として適切なものは、 J 左矢印 K プラス括弧 J マイナス10かける K 括弧閉じるである。流れ図で示す処理を終了したとき、 X の値は14である。自動車などの移動体に搭載されたセンサーや表示機器を通信システムや情報システムと連動させて、運転者へ様々な情報をリアルタイムに提供することを可能にするものはテレマティクスである。 CPU の性能に関する記述のうち、適切なものは 32bitCPU と 64bitCPU では、64bitCPU の方が一度に処理するデータ帳を大きくできるである。A 社では従業員の利用者 ID とパスワードを用いて社内システムの利用者認証を行っている。セキュリティを強化するためにこのシステムに新たな認証機能を一つ追加することにした。2要素認証になる機能だけを全て挙げたものは、 A の A 社の従業員証として本人に支給している IC カードを読み取る認証、 C のあらかじめシステムに登録しておいた本人の顔の特徴と認証時にカメラで読み取った顔の特徴を照合する認証の A と C である。データを行と列からなる表形式で表すデータベースのモデルは関係モデルである。 IoT 機器の記憶装置として用いられ、記憶媒体が半導体でできており物理的な起動機構を持たないので、 HDD と比較して低消費電力で対衝撃性も高いものは SSD である。情報セキュリティポリシーを基本方針、対策基準、実施手順の3つの文章で構成したとき、これらに関する説明のうち適切なものは、基本方針は対策基準や実施手順を定めるためのトップマネジメントの意思を示したものである。情報セキュリティにおけるリスクアセスメントをリスク特定、リスク分析、リスク評価の3つのプロセスに分けたとき、リスク分析に関する記述として最も適切なものは、需要基準と比較できるように各リスクのレベルを決定する必要があるである。メールサーバーから電子メールを受信するためのプロトコルの一つであり、メールの情報を PC 内のメールボックスに取り込んで管理する必要がなく、メールサーバー上に複数のホルダーで構成されたメールボックスを作成してメール情報を管理できる。
PC やスマートフォンなど使用する端末が違っても同一のメールボックスのメール情報を参照管理できるという特徴があるものは IMAP である。 IoT デバイスで収集した情報を IoT サーバーに送信するときに利用されるデータ形式について、 CSV 形式はカンマなどの区切り文字でデータの区切りを示すデータ形式であり、 XML 形式はマークアップ言語であり、データの論理構造をタグを用いて記述できるデータ形式である。電子メールを作成するときに指定する送信メッセージに用いられるテキスト形式と HTML 形式に関する記述のうち、適切なものは電子メールの本文の任意の文字列にハイパーリンクを設定できるのはテキスト形式ではなく HTML 形式である。ディレクトリまたはファイルがノードに対応する機構造で表現できるファイルシステムがある。ルートディレクトリを根として図のように表現したとき、中間ノードである節および末端ノードである葉に対応するものの組み合わせとして適切なものは、節はディレクトリ、葉はディレクトリまたはファイルである。ソーシャルエンジニアリングに該当する行為の例は、肩越しに盗み見して入手したパスワードを利用し、他人になりすましてシステムを不正利用するである。IoT エリアネットワークの通信などに利用される BLE は、Bluetooth 4.0 で追加された仕様である。BLE に関する記述のうち、適切なものは、一般的なボタン電池で、半年から数年間の連続動作が可能なほどに低消費電力である。 A3 版の紙の長辺を半分によると A4 版の大きさになり、短辺長辺の比率は変わらない。 A3 版の長辺は A4 版の長辺のおよそ 1.41 倍である。インクジェットプリンターの印字方式を説明したものは、インクの微細な粒子を用紙に直接吹き付けて印字するである。攻撃対象とは別のウェブサイトから盗み出すなどによって不正に取得した大量の認証情報を流用し、標的とするウェブサイトに不正に侵入を試みる者はパスワードリスト攻撃である。このプログラムの A の部分は num+2×i、 B は i を2から6まで2ずつ増やすである。水田の水位を計測することによって水田の水門を自動的に開閉する IoT システムがある。図中の A、B に入れる軸の組み合わせは、 A はセンサー、 B はアクチュエーターである。関係データベースで管理している従業員表から氏名の列だけを取り出す操作を遮影という。1台の物理的なコンピューター上で複数の仮想サーバーを同時に動作させることによって得られる効果は、 A の仮想サーバー上でそれぞれ異なるバージョンの OS を動作させることができ、物理的なコンピューターのリソースを有効活用できるである。社内に設置された無線 LAN ネットワークに接続している業務用 PC で、インターネット上にあるウェブサイトを閲覧した直後、ウェブブラウザーが突然終了したり、見知らぬファイルが作成されたりするなど、マルウェアに感染した可能性が考えられる事象が発生した。この PC の利用者が最初に取るべき行動として適切なものは、無線 LAN との通信を切断し、PC をネットワークから隔離するである。IT パスポート令和4年春の問題は以上になります。